はい、東大級整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は、体を壊す重大食品添加物についてお話したいと思います。現在日本では431種類の合成添加物がある、2013年2月時点ですね。この本から、ピックアップしてですね、その431種類の人工的な添加物の中でも特に、危険なですね、重大食品添加物をご紹介したいと思います。本日は合成保存料、安息抗酸ナトリウムというのがね、あるということなんですが、この安息抗酸ナトリウムというのはですね、人に対してはですね、白血病をね、引き起こす、可能性があるということなんですね。非常に危険なので、取らない方が無難ということですね。どういったものにね、入っている可能性があるかというと、栄養ドリンク、栄養ドリンク、これはもう驚きですね。私もですね、この安息抗酸ナトリウムっていうのはですね、この本を通じてですね、知ったんですが、確かにこの、文字はね、見たことありますよ。パッと後ろ見てね、今でもですね、こういうのが入ってるですね、栄養ドリンク、清涼飲料水というのがね、あると思いますね。そういったものが入っていると、人間に対してはですね、白血病を引き起こす可能性があるので、やめた方がいいということですね。動物実験ではですね、2% から 5% の、濃度で、餌に入れた結果ですね、それを、ネズミ、ラットに食べさせると4週間で、死亡したということなんですね。4週間で死亡してしまったということなんですね。この合成保存料安息抗酸ナトリウムというのはですね、こういった栄養ドリンク、清涼飲料水、子供が飲む、清涼飲料水にもですね、結構入っているということなんで、もし入ってたらですね、飲ませない方がいいということですね。このですね、添加物というのをですね、全部で1500種類ぐらいですね、日本国内で認められているみたいなんですが、一つ一つのですね、その人体に与える影響というのもですね、実験されてたり、動物実験をね、やってるということなんですが、それがですね、複数ですね、組み合わさった場合はですね、どうなるかというのはですね、未知数なんですね。今現在ですね、食品添加物がですね、1種類だけ入ってるというのはですね、あまりないと思うのでですね、非常に危険ということですね。その中でも本日はこの合成保存料安息抗酸ナトリウムというのをご紹介しました。以上です。